アメリカ、ニューヨーク市のマフィアのラッキー・ルチャーノのマグショットマフィアは、イタリアのシチリア島を起源とする、組織犯罪集団である。19世紀から、恐喝や暴力により、勢力を拡大し、1992年段階では186グループ、約4000人の構成員がいる。マフィアは、イタリア国内では、ナポリを拠点にするカモッラ、カラブリア州を拠点とするヌドランゲタ。 プッテア州を拠点とする桜コローナウニータとは区別されており、4大犯罪組織と称されている。マフィアの一部は19世紀末より20世紀初頭にアメリカ合衆国に移民し、ニューヨーク、シカゴ、ロサンゼルス、サンフランシスコなど大都市部を中心に勢力を拡大した。1992年段階でアメリカ全土には27ファミリー2000人の構成員がおり、 ニューヨークを拠点とする者は、コーサノストラと、シカゴを拠点とする者は、シカゴアウトフィットとも呼ぶ。現在マフィアの多くは衰退し、シカゴアウトフィットのみが勢力を維持しているとみられている。組織犯罪集団の代名詞的存在であるため、他民族もしくは、他地域の犯罪組織も、マフィアと呼ばれることがある。また、市場における匿名の投機筋を、金融マフィアなどと呼ぶなど、 比喩的に使用される場合もある。またマスメディアにおいてメンバーシップが限定的で排他的かつ強力な団結力を持つ組織をマフィアと形容することがある。軍隊においては軍政などにおける特定の派閥をマフィアと通称することがある。類似組織が日本の暴力団である。マフィアの起源は中世シチリアのガベロットと呼ばれる農地管理人である。 彼らは農地を守るため武装し、また農民を搾取しつつ、大地主ら政治的支配者と密接な関係を結んでいった。1860年、統一イタリア王国にシチリア党が統合されたことが歴史の変換点となった。王国とはいえ、政権に集まった人間の中身は右翼から左翼までバラバラであり、伝統的に中道である大地主は不信感を抱いた。 さらに、シチリアの住民たちは、それまでの数世紀にわたる、シチリア王国や両シチリア王国での、フランス人やスペイン人といった、外国人支配者による政治的な圧迫の記憶から、政治や政府そのものに対して強い不信感があり、住民同士での互助組織を通じてその時々の外国人支配者に対して抵抗していた。さらに数百年にわたり、 国際政治の取引の材料として扱われてきたこの地域が曲がりなりにも統一国家として成立した時代は相互扶助の精神だけでは解決策が見出せない複雑な利害関係が錯綜した激動の世紀に当たっていた国民化民主化を急がせる中央政府に対する反発は強まり大事主や宗教勢力の他にも没効する労働運動 さらにファシストによる混迷が生まれ、マフィアの躍進する素地ができてくる。マフィアはイタリアで主に労働運動などを先導し、デモなどを通じて会社や政治への関係を強めた。また、マフィアの一部はイタリア人のアメリカ大陸への移民が増えるにつれて、アメリカ大陸においても同様の犯罪結社を作り定着した。イタリア社会における半島南部及び シチリア島の北部に対する経済格差は大きかったが、国内の安定を図ろうとした政府が保護政策を取ったことにより、イタリアの農産物は海外市場から締め出された。オザク・ミノりの苦しみは深刻さを増し、移民する以外にないところまで追い詰められた。イタリア系アメリカ人は、18世紀から19世紀前半までに、アメリカに渡り定着したイングランド人やドイツ人など、 プロテスタント移民に大きく遅れ、19世紀末から20世紀初頭になってようやくアメリカへ入ってきた後発移民集団であった。彼らはアメリカ社会の底辺に置かれたことから同居出身者同士の協力関係を築くようになる。アメリカマフィアは本来イタリア系移民の中で結ばれたこうした相互扶助の形式から発達したとされる。 1920年代から1930年代にかけてベニートム・ソリーに率いるファシスト政権によって徹底的に弾圧されたマフィアは壊滅的な打撃を受けた。この時一旦衰退したマフィアは第二次世界大戦中にナチス・ドイツのスパイ工作に対抗するアンダーワールド作戦や対抗略のためアメリカ政府が利用したアメリカマフィアによって 逆輸入される形で再建されて現在まで至る。ビトジェノベーゼーラマフィアは連合国軍の欧州攻略に協力したとされている。1957年11月14日、幹部がニューヨーク州アパラチンに集合した際、FBI による大量研究で初めてマフィアは世に知られる存在となった。1960年代、パレルモの虐殺。 1963年6月30日 EN チャカリーマサカー1980年代第二次マフィア戦争1992年にマフィアに対する捜査を引いて国民的人気を得ていたジョバンニ・ハルコーネ・ハンジがシチリア島のパレルモを車で移動中にサルバトーレリーナシキのマフィアによって高速道路に仕掛けられた爆弾によって暗殺されたことで その後マフィアに対する取り締まりが強化したこともあり、近年では殺人などの凶悪犯罪は減ってきているとされる。2011年1月20日未明、FBI はニューヨーク周辺にて、コーサノストラの大量摘発を行い、127人のメンバーを逮捕した。2016年には、マフィアの経済状況は、建築詐欺を行わなければ、 組織を維持できなくなり耐震偽装を行い組織を維持している。そのため、過去のマフィアとは違う意味での犯罪者集団にも、マフィアという言葉が当てはめられている戦後間もない時期に、アメリカ領フィリピンのマニラの賭博士だったテッドルーインや、シカゴのチェイソン・リーが、連合国占領下の東京に進出。テッドルーインは、銀座にマンダリンという店を出して、闇と爆状を開いたことがあるとされる。 ルーイン一派は、帝国ホテルダイヤ強奪事件などの犯罪を、引き起こして最後は日本を離れる結果となるが、エリザベス・サンダースホームに寄付などもしている。マフィアの語源には、諸説あり定説はない。アラビア語で採石場を意味する、マーハ、カライバリを意味するマヒアスから来たというものである。シチリアは9世紀から11世紀まで、イスラム教徒のアラビア人が支配しており、 支配に反抗した者や犯罪者がしばしば採石場に逃げ込んだという。また、イタリアの国語辞典にはシチリア方言で乱暴な態度からと記述がある。もともとマフィアという言葉は肯定的な意味で使用されていた言葉であり、美しさ、優しさ、優雅さ、完璧さ、そして名誉ある男、勇気ある人、大胆な人という意味で使用されていた。 この意味での言葉が初めて公文書に使われたのは1656年パレルモでの異端尋問においてであり、異端とされたもののリストの中にこの言葉が使用されている。現在のような秘密結社、犯罪組織を意味する言葉として初めて使われたのは19世紀以降からであり、現代の意味でこの言葉が広く知られるようになったのは1862年に制作された喜劇。 ビカーリア刑務所のマフィア構成員たちが、パレルモの惨端な劇場で上演され大ヒットし、イタリア各地で順延されてからである。また、公文書においては1865年、パレルモ知事であったフィリッポ・ガルティーリ伯爵が、内務大臣に提出した文書において使用されたのが、最初である。また、マフィアという名前は使用されていないが、マフィアを暗示する組織の存在が、 公文書に載ったのは1838年、トラパニ氏の検事ピエトロ・エロワが司法大臣にあてて書いた報告書が最初であるとされている。また、シチリアの番頭にまつわる以下の逸話がある。このスローガンの略語が、マフィアでありマフィアの語源ともされるが、イタリア語として不自然で、後に創作された可能性が高い。主な活動内容は、麻薬取引、殺人及び暗殺。 密輸、密造、凶暴・恐喝及び強要・見かじめ料徴収、氷菓子などの犯罪と、不動産業などを合法的なものである。ワイズ外であるように、マフィアのメンバーは、個人事業者であり、一つに限らずあらゆる商売をする。賭博の飲み行為、暴利金融、ポルノセックス関連、小物、売買以外に、パートナーと言われる、抽選業がある。商売を主体、 賭博をしたい人間と彼らにサービスを提供できる人間をつなぎ、その代わり共同経営者になったり、手数料をもらったりする仕事である。売春と賭博は名誉ある男が行うビジネスではないとされており、ご法度とされている。イタリアの流通業界団体の報告書によれば、マフィアは年間約1300億ユーロの売上高を上げているとの推計を発表している。ここでは、 交差のストラを例に解説する。ファミリーの組織構造図マフィアの各組織は、ファミリーと呼ばれ、主要、アンダーボスをトップとして、複数のカポレジームの率いる二次組織に、各ソルジャーは属しており、ピラミッド型の構成となっている。その他に、コンシリエールと呼ばれる役職が置かれているが、これは組織の中では重要なポストで、通常、カポレジームを通してしか、ボスや、 アンダーボスと接触できないソルジャーが、カポレジームと問題を抱えた時に直接相談できる役職として設けられた。また、それぞれのソルジャーの配下には何名かのアソシエーテがおり、その民族構成については、イタリア系アメリカ人あるいは、イタリア人以外の人物も含まれている。の幹部の正式な呼び方である。また、ボスは、ギャング、ドンは、カモンダの幹部の故障。 ゴッドファーザーにおいては組織は古代ローマ帝国の軍団組織ケントリアがモデルにされたと説明されている。現在は複数のボスが運営しているファミリーをもあり、この組織体系は失われつつある。基本的には各都市に1ファミリーであるが、ニューヨークのみはメンバーの数が他の都市よりはるかに多いため5つのファミリーに分かれている。シチリアを除くと全米に20以上のファミリーが、 存在しその他カナダ、ベネズエラ、オーストラリアにも存在している。全ファミリーを統括するものとして、ボスの集まりであるコミッションと呼ばれる組織があるが、必ずしも全国のファミリーが一堂に集まるわけではなく、五大ファミリーのボスだけが集まるものもコミッションと称している。また、シチリアマフィアにもアメリカのものとは別にシチリアコミッションが存在している。現代では、 ファミリーのボスが一堂に会することはなく個別に会合を持っている。マフィアは以前の日本のヤクザのように事務所を公然と構えるのではなく徹底した秘密組織、非公然組織である。これはマフィアには構成員に服従と沈黙を厳しく命じる地の起手が存在するためである。起手を破った時には他の構成員に対する見せしめのため凄惨な制裁がなされる。 行方不明になり、後に拷問を受けた後のある残殺隊で発見される。例が最も多い。この起きと正式構成員が少人数であることが相まって、マフィアに対する犯罪捜査は困難である。近年は、アメリカ当局もこれに対抗、FWPP を適用して保護するなどの対策を取っている。ジョン・ゴッティ。FBI ニューヨーク支局に逮捕された。 サイのマグショットシチリア島のマフィアが犯罪結社として有名になったため、コルシカ島のユニオンコルス、ナポリの犯罪組織、カモッラ、カラブリアの犯罪組織、ドランゲタ、プリアのサクラ・コローナウニータ、ローマのシカーリオなども報道等ではマフィアと呼ばれることがあるが、イタリア国内においては区別されている。組織ではなく闇社会全般を指す語は未流である。 作家で映画人のジョゼ・ジョバンには、ミルーのことを知らない人間が平気で語っていると発言した。最近では、アメリカのイタリア系マフィアのほか、大規模で組織化された犯罪集団も、マフィアと呼ぶことが多く、以下に挙げる。ヨーロッパエリア、アメリカエリア、アジアエリア、アフリカエリア。ありがとうございます。